ロックキャッスルは、アメリカ合衆国テネシー州、サムナー・グンヘンダーソンビルにあるダニエル・スミスの旧邸宅。1784年に建設が始まったが、インディアンの攻撃により完成は1791年にまで伸びた。この旧邸宅は現在アメリカ合衆国国家、歴史登録財に登録され、一般に公開されている。テネシー州所有の史跡であり、 テネシー州歴史委員会と提携するフレンズ・オブ・ロック・キャッスルにより営業されている。ダニエル・スミスはダンモアの戦争で大尉、アメリカ独立戦争で大佐、民兵の順庄を務めた。また、権利商店作成委員会メンバー、南西部領土長官、アメリカ合衆国上院議員でもあった。中部テネシーの測量を行った人物でもある。1748年、 ダニエル・スミスは、バージニア州、スタフォード郡で、双子の一人として生まれた。10月24日、エルボア・オレン・バプティスト教会にて洗礼を受け、その5日後に、双子の姉、または妹であるサラが亡くなった。スミスは、メリーランド州ボルチモアに住み、その後、トーマス・ウォーカーの家に移り住んだ。トーマス・ジェファーソンの教師とされる、ウォーカーのもとでスミスは、医学や測量を学んだ。 ただし、ジェファーソンとスミスが知り合いであったかどうかは定かではない。スミスは、ウィリアムメアリー大学でも学んだ。大学の名簿には、名前はなく、大学に認定されたバージニア州の測量資格は、存在したが学生であったということにはならない。スミスは、大佐として、アメリカ独立戦争に参加し、パトリック・ヘンリーにより、法務官に任命された。 その後テネシー州はシントン軍民兵少佐に昇進した。1778年、ダニエル・スミスは道路制定の委員に任命された。1779年、ウォーカーと共にバージニア州とノースカロライナ州の境界制定を命じられた。これは後にケンタッキー州とテネシー州を分割する境界線となった。 1778年4月、スミスはワシントン軍法安官に推薦され、同年、関税局長に任命され、同年終盤、イグザミナー・オブ・ザ・ビルズ・オブ・クレジットに任命された。1790年、ジョージ・ワシントン大統領は、南西部領土のオハイオ・カワ・ミナミの領土の長官に任命した。後にスミスは、インディアンとの交渉係となり、 テネシー州のチェロキーインディアンとの交渉の多くに関わった。またスミスは測量士としてテネシー州とケンタッキー州の地図作成を行った。彼は土地に州東にあったチェロキー村の名と同じ名のテナセーまたはテンアーシーと発音するタナシと名付けた。テネシー州憲法の草案を作成し、1796年。 大陸会議の憲法草案の作成者の一人となった。彼は2回テネシー州選出のアメリカ合衆国上院議員となった。また後にテネシー州の州都となるナッシュビルの測量を行った。1773年、彼はサラと結婚した。1783年、アメリカ独立戦争での功績の大価としてバージニア州から与えられた後に、 テネシー州となる土地に妻と子供二人を連れて移住し、小さなログハウスに居住したが、その後間もなく頻発していたネイティブアメリカンの九州の一つで消失した。近所に住み親友であったアンドリュー・ジャクソンのログハウスの跡地はハンターズヒルに現存している。このログハウスはスミス邸の下流にあり、二階建てであった。スミスはジャクソン大人号空席であったテネシー州。 選出上院議員となった。ちなみにスミスはジャクソンとギリの親戚である。1755年、サラはメリーランド州で生まれたとされており、言い伝えによると州東岸出身とされている。また、バージニア州シャーロッツビル近くのミチタバーンとゆかりがあるとされている。1700年代中期、一家はアルベマール軍に移住してきた。1772年に、 同地にて、同盟のサラミチがウッツという姓の男性と結婚していた記録が残っていることから、スミスとの結婚は再婚である。可能性があり、この場合サラは17歳で未亡人となっている。そしてこの1年後にサラは、スミスと結婚した。サラが初婚か再婚かにかかわらず、スミスが、未知カの領土の多くを測量していたことは事実である。ウォーカーが二人の仲を取り持った。サラは、 スミスと結婚し、バージニアの開拓地に住み、ジョージアを及びメリーアンを授かった。1783年、または1784年、4人はテネシー州カンバーランド郡に移住した。10月に到着し、少なくとも最初の冬をログハウスで過ごした。孤独でインディアンからの攻撃で本当に危険にさらされていた。夫の仕事の都合により、彼女は、 多くの時間を子供たちと三人で過ごした。家族は彼女について尋常ではない強さと勇気、そしてユーモアを兼ね備えていたと語った。家の場所を呼び、夫が上院議員となったことから、サラの友人は地位の高い人物が多く、親友はアンドリュー・ジャクソンの妻、レイチェル・ジャクソンであった。人里離れた土地であり、ジャクソンとの結婚がスキャンダラスなものであったこともあり、 レイチェルにはあまり多くの友人がいなかった。しかし彼女はサラととても親しい友人となり、スミス邸をよく訪れていた。ダニエルとサラの娘であるポリーは、女性のたしなみとして、クラフトを学ぶために、フィラデルフィアの学校に進学する予定であった。しかしレイチェル・ジャクソンの5番目の兄であるサミュエル、ドネルソンと恋愛関係になっていたため、この地を離れたくなかった。 ポリーの父であるスミスは、この二人の関係を快く思っておらず、駆け落ちを計画及び実行した。二人にとって幸いなことに、ドネルソンの義理の兄弟であるジャクソンは、ロマンティックであった。ジャクソンは、彼女のベッドルームの窓からはしごを使って、降りるのを手助けした。ジャクソン、ドネルソン、ポリーは川を越え、ジャクソンの邸宅に行くとそこには、牧師が待っていて、二人はそこで、 すぐに結婚式を挙げた。後に子が生まれ、レイチェルとジャクソンの保護のもと、ジャクソン帝であるハーミテージで育てられた。ロックキャッスルと同じく、アメリカが州国国家歴史登録財である、サムナー郡にあるヘイゼルパスで、ナニー・スミスとホレイ・ショベリーの間に、サラクロス・ビーベリーは生まれた。若い時期にピーボディ大学に入学し、1916年、理学士を取得し、 その後、そそそ祖父であるスミステーである、ロックキャッスルの農場の経営者となった。大学で学んだ知識を活用し、出来得る限り最新の機械及び技術を使用した。1918年、サザン・アグリカルチャース都市は彼女を、テネシー州最優秀女性農場者に選んだ。また彼女は、アメリカ愛国婦人会のメンバーであり、フレンズ・オブ・ロックキャッスルの創立者でもある。 ロックキャッスルの農場には2名の奴隷がいたとされる。イースターという名の奴隷が庭内で家族の使用人を務めていた。彼女は上階の子供たちの近くの部屋、または夫であるアンクルアルフレッドとキャビンで寝泊まりしていた。奴隷のリーダーはおそらくチェロキーであるインディアンにさらわれ、頭部に連れて行かれた。スミスが上院議員の頃、この奴隷はインディアンの代わりに、 彼に連絡して、戻るための身の代金を要求した。インディアンに900ドルが支払われ、彼は主人であるスミスの元に戻った。1860年まで、延べ98名の奴隷がいた。1833年、ジョージ・スミスからハリー・スミスに奴隷が売り渡される2通の、売り渡し証が残っている。ここに記載されている奴隷の名は、アイザック、マーティン、チャールズ、ジェシャ、 ラーキン、アイナ、トビー、ウィルソン、デイビット、ヘンリー、サラ、レイチェル、ジュディ、または、ジュダ、ベーティ、パトリシア及び子供二人、ヘンリエッタ、シルバー、または、シルビア、ミッチェル、ダニエル、ジェフリーである。1788年、ダニエル・スミスは、テネシー州、サムナー郡のカンバーランド川及びドレーク川に沿った4722エーカーの土地を入手した。 これはアメリカ独立戦争の功績の対価としてノースカロライナ州から与えられたものである。もともと所有していた土地と合計すると3140エーカーとなる。娘のポリーは父の死後151エーカーの土地を、サラは1510エーカーの土地を、邸宅を含む残りの土地は息子のジョージ・スミスが引き継いだ。徐々に土地は売り払われ、 現在、邸宅の周りの18エーカーが残るのみである。邸宅はもともと川の近くにあったが、現在は移転している。周囲には、奴隷小屋、冷蔵庫代わりのスプリングハウス、燻製小屋があった。1954年、オールドヒッコリー湖が造成され、邸宅の後ろのほとんどの土地が湖となった。燻製小屋は入り家に水を貯めておくため泥を積んでいた。 新しいブロックと古いブロックは明らかに違っている。他に馬車小屋、納屋などがあった。10年から12年間かけて岩を掘り起こして3カ所に分かれた邸宅が建てられ、1784年に完成した。最初の建物は1階に、キッチン、2階に、寝室、3階に屋根裏部屋のある3階建てであった。家族全員が一つの寝室に一緒に過ごした。 耐火性のある石造りの邸宅は、家事やネイティブアメリカンの襲来から守るために建てられた。二番目の邸宅も三階建てであった。一階は地下となり、二階はダイニング、三階には四つの屋根窓があったが、その後なくした。どの部屋がどういった用途で使われていたか現在は知ることができない。暖炉はブラックメープルの木で覆われていた。 三番目の邸宅は全面に位置し、最もフォーマルであった。主寝室があり、下の木沢橋には化粧室があった。また、スミスの書斎の壁は装飾されている。上階には、ジョージの寝室の他に、人不明の部屋があった。この邸宅は、テネシー州での初期のフェデラル様式の建造物とされていた。しかし息子のジョージ、またはその息子のハリーは、 フロントポーチを増築し、おそらくその時代に流行していた、グリーンクリーバイバル様式に作り変えてしまった。この邸宅の部屋数は全8室であった。窓ガラス、蝶津貝、釘など近隣で手に入らない資材は、頭部から調達した。ブロックの間に使うセメントは、石灰モルタルと砂で使用した。岩が交互に積むフランス積みで建立された。屋根はもともと松の板を使い、 家の周りを白いフェンスが囲い、馬に乗るための台が出入り口に取り付けられていた。フェンスは修繕されながら、当時の状態で残っている。スミスの老いである、スミスハンズボロが建設を行った。彼は現場監督として、スミスに進捗状況だけでなく小麦の育ち、具合を手紙で伝えていた。仕事で家を離れている時も、状況を把握したかったスミスが、 おそらく支持したものとされる。家庭菜園として、ハーブを植え、桃の果樹園もあった。スミス家は1ガロンをシリングで売っていた、ピーチブランデーで地元で有名であった。ハーブは、料理や薬として使用していた。スミスは医学を学んでいたため、この菜園は有用であった。彼らが植えていたローズマリーやミントは、消化や抑うつを助けるとされている。 花の女王と呼ばれるダマスクローズも植えており、香水として使われた他やけどの治療などにも使われていた。メインの農場では小麦や綿花を育てていた。この地にあるスミス家の小さな墓地には50家族以上が埋葬されている。墓全体を覆うほどの大きな台形の墓標はこの地の開拓者でもあるダニエルスミス、サラミチスミス夫妻、そして息子のジョージスミスのためのものである。 スミスの墓は損傷が激しいが、それでもまだ刻まれた文字を読むことができる。他に、片尖り柱及びペディメント型の小さな墓標もある。鉄の扉と石造りのフェンスが墓地の周りを囲んでいる。この石は邸宅に使われたものと同じものである。無料で墓地に入ることができる。当時のシュガーチェスト、ブランケットチェスト、スミスの机。 ノースカロライナ州からの土地上都書が公開され、スミスの100冊ほどの本が保存されている。また、ジョージのサイドボードや子孫の振り子時計が、邸宅に現存している。邸宅入場料は大人5ドル、高齢者及び学生は4ドルである。ピーチブランデーで有名だったため、桃の果樹園の再生を試みている。桃及び、リンゴの木は、モンティーチェロで購入された。2012年。 代々伝わる方法での食事を開始した。それ以前にアメリカ愛国婦人会が桃の食事を行ったが水不足で失敗した。果樹園は無料で見ることができるが寄付を募っている。テネシー州がロックキャッスルの土地と邸宅を所有しフレンズ・オブ・ロックキャッスル社がそれ以外のものを所有している。囚人がヘンダーソン・ビル死刑の監視のもと芝生を買っている。 またヘンダーソンビル死刑は毎週ここで犬のトレーニングや試験を行っている。これによりヘンダーソンビル市民がこの土地を所有して歴史的建造物を保護しているという誇りを持ち死刑と市民の結びつきを強めるものとなっている。1969年、資産がスミス家の子孫から州に売却された際にフレンズ・オブ・ロック・キャッスルが創立された。 スミスケの家系の者の,のみがメンバーとなっている。サラクロスビーベリーはメンバーの一人である。すべてのメンバーが3年ごとの契約で活動している。現在15名がメンバーとなっており、生涯メンバーを自称するメリンダ・ゲインズは20年以上活動を続けている。多くのメンバーが活動に意欲的である。博物館として公開される際、テネシー州は何年間かかけて、 邸宅の修繕を行った。バスルームの床のコンクリートを剥がし、キッチンに使用した。サラベリーは子供の頃からの思い出のある、この床の修繕に携わった。家の中央にあったドーマーが取り外されて、別のものが取り付けられる予定だったが、あまりにも高価なため当時のものを使用している。多くの部屋が18世紀後期から19世紀初頭のリージェンシー時代を表現している。 ダイニングルームを出ると、主寝室がある。ここで、スミスが寝起きしていたとされるが、もともとどういった人で設計されたのか、今となっては、証拠がなく、現在展示室として使用されている。ドーマーのある部屋は、かなり暗く、当時奴隷が使用していたものと考えられる。現在、入場者は発室すべてを見ることができる。ありがとうございます。